どうもアディクトの田辺です。今日はこちらの五島の 510TSFE1 というですね、うちの、看板機種でアリーナとかに使っているブリッジなんですけれども、今日はこちらの、サドルビス、このサドルの、一個一個の両端にこう丸いポチポチありますよね。ここのサドル2本ずつです。計12本を交換していきたいと思います。で、こちらのね、芋ネジなんですけども、これを1個ずつまず取っていきます。もともとついてるのは、フラットな底面がね、ブリッジの下のプレートに触れてる面がフラットなものなんですけども、そのフラットな、ものをダディクトーンでね、別で用意しているコーンポイントというね、先っぽがシャープに尖ってるね、円錐状になってるコーンポイントっていうねやつなんですけども、コーンポイントの、サドルビスに、全部交換していきます。で、なぜこれを使っているかというとですね、効果としては、各弦のね、音の分離感ですね、弦をジャランって弾いた時の各弦の聞こえる分離感っていうのが良くなるっていうのが一つと、あともう一つが、低音のですね、もっさり感、やっぱ弦がこうちょっとボワッとした感じのボワつきっていうのが、かなり軽減されるということで、ほとんどのギターにね有効なんじゃないかなということで、アディクトンだけじゃなくてね、ジェームスタイラーとかもね、標準で使っていたりとかするので実証されてるのかなという感じで、アディクトンでも、こちらを、アリーナではね標準採用という形で使ってます。ではこれから一個ずつ、また先っぽがね尖ってる、ちょっと今これ見せますけども、はい、ちょっと見えにくいですね、ちょっと、はい、あ、今見えるかな、先っぽが尖ってるの見えますね。こんな感じで先っぽが尖っている尖り先のコーンポイントですね、コーンポイントのサドビスに全部変えていきます。ちなみにこちらのですね、コンポイントのサドルビスはエレクトーンのオンラインショップの方でも取り扱っていますので、もし興味のある方はね、インチ、ミリ、いろんなサイズでちょっと用意しているので、自分の使ってるブリッジに合うものがあればぜひね、試してみてください。概要欄に載せておきますのでご覧ください。ということで、もし気に入っていただければ、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こんな感じでね、できました。完成です。